打者によってるじゃん、うん、ただ今エラーでランナー出ましたよね、で今のもサード殺せる当たりなんですよ。そうですね、キャッチャーサードが出てきたじゃないですか、これもまたミスなんですね、2つの、だから今のはサードの守備は見えないミスなんですよね、はい、なるほどね、記録に出ないミスなんですよね、こういうのでやっぱりあのベイスターズしたら、はい、試合は取らなきゃいけないんですね、今シーズン得点圏では7割5分という数字を残している中村典弘、座ってるんですけど歩かせていると思うんですけど ですね、ワンアウトランナー3塁、内野手はバックホーム体制、前進守備、外野前に来ています。こういうのは、ね、はっきりさせた方がいいんですよね、はい、こういう場面は。あ、キャッチャー外側に構えてますが、これ投げ損なって中に入るってことありえますもん ね、 そうなんですよね、今なんかちょっとそういう感じのボールでしたもん ね、 ね、はい、ジャイアンツとしたら落としていけないゲームなんですよね、はい、あれにもバントさせたっていうのもありますしね、はい、2年目の宮口は7回を1点4番の阿部にも送りバントを命じました。それでも勝ち越しの1点が取れません。打った大きいぞ、頭の上をはるかにはるかに超えてスタンドに飛び込んだ、中村典弘さよならツーランホームラン。森本がゆっくり帰ってさよならの味をかみしめるように中村が自ら手を叩きながら今三塁キャンバスを回りました。長田ベイスターズ劇的な幕切れ、ジャイアンツからの今シーズン初勝利、ヘルメットを高々と放り上げて中村ホームイン、3対1、ベテラン中村典弘のサヨナラツーランホームラン、見事な当たりでした。まあ本当にサヨナラホームランというところまでは思いつくかもしれませんが、本当にね、はい、打った中村は褒めます、けど、これ僕ジャイアンツは分からないですね。そうですね、全然分からないですけど、ジャイアンツは一昨日の快勝がこれで完全に吹っ飛びましたね。そうですね、こうなんで中村と勝負したのかっていう、ちょっと分からないですね、はい、長畑監督としては公式戦ジャイアンツ戦初勝利、まあこういう形で苦しんで苦しんで苦しんだ末に中村典弘のサヨナラツーランホームラン、3対1で横浜 DeNA ベイスターズ勝ちました。いやー、ここまでの幕切れの形っていうのはちょっと想像はしてませんでしたけどもね、まあ、でもミスが出た方が負けっていう延長の展開で、はい、まあ、ミス出ましたからね、だからそういう方が負けるでしょうね、しかし今シーズンは筒香がね、はい、まあ、本来でしたらもう144試合すべて筒香を使うんだというふうに中畑監督言ってました。そういう意味で言うと中村に出番があったかどうかわからない、その筒香の怪我から中村典弘に出番が回ってきて、こういう形で今シーズンよく頑張っていた中でまたまたサヨナラツーランホームラン、やはりこういう時のベテランの読みですよね、そういう読みが当たりましたよね、はい、まあ、現状の横浜 DeNA ベイスターズにとっては中村典弘という選手はもう欠かせない存在になりましたね。まあ、そうですね、野球を本当に知ってますから、そういう部分でね、はい、だから今のもずっと言ってるように決め打ちですよね、中村のね、はい、はい、まあ、中村もそういう意味で言えばある意味ね、カリーグでもホームランを取ったり、そして、ジャパンとしてオリンピックにも出た中村、メジャーリーグにも挑戦しました。そういった中でいろいろなチームを渡り歩いて最後はベイスターズに広がれるような形でこのユニフォームを着た、はい、そして中畑新監督になってこのジャイアンツ戦でこの劇的な一発、まあ、生涯思い出に残るホームランになったでしょうね。まあ、そうでしょうね、まあ、ね、やっぱりこういう時っていうのはこういうベテランの力っていうかね、はい、こういうやっぱサヨナラ場面ではこういう打ち方をするんだよみたいなのやっぱりよく分かってますしね、それをしっかり皆さんみんなにね、若い選手にね見せましたよね。先ほどのサヨナラのチャンスでバットが出なかった荒波とはね違いますよね、そこら辺やっぱり若い選手には見てほしい、勉強してほしいですよね、はい、さあそれではヒーローインタビューです。それではお待たせしました、ベイスターズファンの皆さん、
最後はサヨナラホームランで決着をつけてくれました中村典弘選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。打った瞬間でしたね。いやね、飛ばないボールなんで入ったらかっこいいなと思って走ってたんですけど入ってくれてよかったです。ホームベースを一周してきてチームメイトの手荒な祝福もありましたね。いやね、ピッチャー陣がね本当に頑張ってましたし何とかしたいという気持ちで、ね、打席に入っていい結果が出ました、はい、そして中畑監督と抱き合ってどんな気持ちでした。おそらく監督もストレスが溜まっていると思うんでこの一発でストレスを解消してもらいたいと思います。このホームラン中村さんにとっても通算でいうと380本目ですかね。そうですね、はい、区切りの一発はサヨナラという形になりましたね。まあ、今年ね1本目出ましたんで、まあ、これからも1本でも多く打っていきたいと思います。今シーズン本拠地、まあ、ここは新潟ということですがホームでは初めての立ち台は中村典弘さんになりました。いや記念すべき一発目で良かったです。チームのムードもこれでぐんぐん上がっていくと思いますが DeNA ベイスターズのファンの皆さんに一言お願いします。精一杯選手、頑張ってます、これからも応援よろしくお願いします。見事なサヨナラホームランで決着をつけてくれました中村典弘選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。ベテラン中村典弘、まあ、中村典弘の、ね、サヨナラホームランを見ると2008年6月17日、これはパリーグ時代ですね西武との3回戦金沢で打ってますね、やっぱり岡本慎也からやっぱりね勝負強いんですよ。そうですね、はい、10本目のサヨナラホームランということになりました。そしてベイスターズにとっては本当本拠地といいましょうか主催ゲームで今シーズン初勝利、そうですね、これまで6連敗してましたからそういう意味で言うと本当にいい場面でベテランのいい一発が出ました。まあ、このハードオフエコスタジアム新潟でも昨年の阪神戦は吉村のサヨナラホームランで勝ってますし、はい、2年続けてサヨナラホームランでの決着ということになりました、ね、相性いいんでしょうかね。そうですね。まあ今サインボールに筆を走らせている中村のイフト、まあ、ここでホームランが出たらかっこいいだろうなと思っていたっていう中村本当ベテランらしいインタビューでもありました。中村は近鉄からオリックス中日そして楽天横浜と日本だけでも5チーム目そのユニフォームを着てジャイアンツ戦で中畑監督にとっては嬉しい一勝をプレゼントすることができました。中村も今年の7月ではもう39歳本当に大ベテランですがこの新潟は本当に忘れられない球場になったでしょう。しかし本当に久しぶりに見る飛ばないボールっていう風に言ってましたけれども、はい、中村典弘らしいこの豪快な一発ですよね。本当にきっちり捉えてね、完璧なホームランですよね、はいはい、ただ、ま、ジャイアンツサイド、ま、勝ったベイスターズ本当にもうサヨナラ勝ちでだけでね蓋をするわけにいかないいろんな部分がありましたけれども一方のジャイアンツも11回の裏に関しては、ま、坂本のエラーから始まりそして最後はこのワンアウト三塁という場面で中村との勝負っていうのも佐々木さんおっしゃったようにね疑問が残る。絶対分からないことですね。そうですね、ちょっと僕はこれミスだと思いますはっきり言って、はい、で大きい負けだと思いますこれは、はいはいはい、そこら辺はやっぱりベンチとバッテリーへの意思の伝達もありますしやっぱり阿部と西村っていうもう経験積んでる選手なんですから、はい、そこからやっぱ考えながらあと後のバッターを見ながら、やっていかなきゃいけないし自分らでやらなきゃいけないことではないしベンチもはっきりやっぱ指示を出さなきゃいけないところですよね。なるほどね、分かってるだろうでは済まない済まないですよね、3対1でベイスターズ中村典弘のサヨナラホームランサヨナラツーランホームランで延長11回ベイスターズが勝ちました。さあそれではこのゲームのハイライトをまずご覧いただきましょう。